どうもフィッシャーズシルクです。どうもです。フィケタンです。マサイダーす。モトキです。ザカオです。いや、お前12本セットなんだ。そうだね久々のフルメンツです。にぎわってます。今回ね、ホラーをやっていきたいと。おー、儀式はですね、儀式出たー、黒神様っていう、結構ネットで流行ってる。そのまま美味しいだけで、まあ黒神様っていう儀式をやりたいと思います。これ何かっていうとですね、儀式方法。えっ、よよよよ、自分の髪の毛を1本用意します。いっぱいあるけど。じゃあ痛いな、人は。痛いな、お前は。髪の毛に向かって復讐した相手の名前と自分がされた仕打ちを唱えます。え、ちょっと待って、人生ひっくるめて暫定1位のやつを言えばいいんでしょ。そうそう、自分の恨みを晴らしてくれますようにって最後に唱える。 A さんに消しゴムのカード使われた。不可は量も言えよ、ちゃんと。ビルなどの高いところに行って、黒神様、どうか私の無念をお話しくださいと言って髪の毛を飛ばします。まあこれが一番面白いんだけどね、まあこれは一番面白い点は後で撮っておくわ。まあどういう感じかっていうと、全身髪の毛で覆われた異様な姿形をしており、牛見続きに徘徊する神様と言われています。ある儀式を行えば恨みを持つ人物に仕返しをしてくれる神様。この儀式がさっき言ったやつ。典型的な妖怪話がちょっと変わったような神様。抜いてもらって。平成の髪の毛あったかな。だ。はい、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、これだね。ということで抜けたので、これに一人ずつある方への恨みを語ってもらいます。わしの家に侵入し、8000円以上持っていた。やば。その恨み晴らさせてもらう。自分の恨みを晴らしてくれますよ。1万円以上入った財布を捨て、俺の初めて当てたホログラフィックのレインボーネオスを捨て、俺にパチンコで一生当てまくったよな。ソウルの恨み晴らさせてもらう。俺の恨み晴らされますように。ごめん、俺今日お金持ってね、免許代貸して。で、今でも当時でも全然返してもらえず、1年前ぐらい会った時の彼女にプレゼント買ってる瞬間を見てしまって、本当に殺してやろうと思った。この恨み晴らさせてもらいます。この恨みをお願いします。彼女が家出中でさ、全然ご飯食べるお金もないからお金貸してって俺に言ったよな。その日俺実はお前に会ってんだよ。デニーズいたな。この恨み晴らさせてもらいます。恨み晴らさせてください。あの、何の意味もなく人のケツめっちゃ蹴ってきた時はさすがに俺も怒りそうになったよ。快くケツ蹴らせたけどさ、あれ普通に俺めっちゃ怒ってたからね。この恨み晴らさせてもらいましたね。この恨み晴らしてくれますように。俺ある種芸人さんに似てるっていうあれで、いや結構まあ今で言えば笑い話かもしんないけど、当時の自分に戻ってな、俺本当に親にもすごい相談して本当に嫌だったから、当時の恨み晴らさせてもらいます。お願いします。僕の席の近くにいた男子の名前忘れちゃったくん、あの僕のゲームを借りたまんま返さないのは良くないと思います。おー、はい、この恨み晴らさせていただきます。ってことで結構恨みが出そうでしたね。もうもっと言っていいなら髪の毛30分ぐらい抜くけどね。単なる。ああ、マジでマジで。こんな人間いねえんだよな、俺の周り。マシな奴らが集まってよかったね。高いところ、まあ、高所に行って、これを飛ばして、お祈りをすると。不良より嫌い。満員で。満員です。満員です。今、店員9名だったのに元気入ってダメだったの。お前がデブすぎんだよ。黒神様、どうか私の無念をお晴らしくださいって言って飛ばしましょう。黒神様、どうか私の胸をお晴らしください。黒神様、どうか私の胸をお晴らしください。飛ばし方イケメンだな、お前。なんつった今、ケロって。カエルなの。ケロって言ったら、お前。黒神様、どうか私の胸をお晴らしください。黒神様、どうか私の胸をお晴らしください。ジャベリングスローだ。黒神様、どうか私の無念をお晴らしください。お前さ、魔法の粉じゃねえんだよ。黒神様、どうか私の無念をおはら…おは…おはら…おはら…おはら…おい、おい、なんでお前お話ししたんだよ、今一瞬。黒神様、私の無念をお晴らしください。ピチャッとね、今下でピチャッと。黒神様、黒神様、壊れていても構いません。無料にて、無料にて。お前廃品回収だろそれ。おい、この無念適当にお話しください。ちょっと待って、お前投げた今。投げちゃった、投げちゃった、投げちゃった。ほどほどにね。ということでですね、今僕たちが名前を挙げた人たちには多分復讐の念がいってるはずです。クソ野郎たちには地獄を見てもらいましょう。でもさ、その最後にさ、お楽しみは取っとくって言ったけど、それはこの黒神様絶対人には言ってはいません。もう超言ってんじゃん。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。はい、OK でーす。